スプラトゥーンの公式ツイッターの方で、プロモデラ RG とバケットスロッシャーデコっていう、まあ、モデラーとバケツのマイナーチェンジ版。で、次回のシーズンで出る武器ですね。が発表されました。で、サブスペも公開されたんですけど、まず、プロモデラ RG、スプリンクラーナイス玉。これ、塗り特化ですね。めちゃくちゃ。塗り特化なんですよ。なんで、金モデラー、 2の時も甲子園でね、めちゃくちゃ流行ってたんですけど、ワンチャン、このスプリンクラー、ナイス玉、今の性能のままだったら、縄張り甲子園、ちょっと金モデル流行るんちゃうかなっていう感じで、で、バケットスロッシャーデコの方が、ラインマーカーと、えー、食ワンダー。まあ、今のところ、スプラトゥーン3では不遇と言われているサブスペの組み合わせですね、サブもスペシャルも。 ちょっと不遇かなと言われている感じなんですけどまああの食ワンダーに関しては今のところ、まあ、ジムワイパーを除いて近距離戦が得意な武器に食ワンダーがついていたのでちょっとね食ワンダーで敵に近づきすぎてしまうっていう弱点があったんですけど、まあ、バケットスロッシャーとか駐車艇の武器なんで、まあ、もうちょい使い方変わってくるんじゃないかなと思います。あと あんまり評価高くないんで強化がね入りそうでもありますしね一体この武器たちが追加されてどんな風に変わっていくんでしょうかスプラトゥーンは。